はい、えー、次はです、ね、日中国交正常化国交正常化という言葉に意義がありと世論家の江崎道郎さんがおあの産経の、えー、にお書きになってました。 日中国交樹立50周年にあたる今年は日本の国家安全保障戦略改善の年でもあり、日中関係の再定義を行う絶好の機会を迎えていると言えよう、だが日本政府は果たして再定義を行うつもりがあるのか、強い疑念を抱かざるを得ないというのも日本政府が日中国交正常化50周年という用語を使っているからだと。これは短くここではしょられていますが、要するに、 国交正常化といった場合は、じゃあ中華民国、要するに台湾の時は、これが異常だったのかという使い方になれば、この見方は中国共産党の見方と同一であり、そんなものを日本政府は受け入れてはならないという意味で、えー、国交正常化ということには意義があるという,いうことをお書きになってるんだと思うんですよ。で確かにね えー、国交正常化50周年というその会合でもそもそも総理も出なかったし、衆議院があ林外務大臣と駐日大使だけだったという、非常にしょぼくれた会合だったらようですが、この辺のところね、山口さんね、やっぱり岸田総理、あるいは林外務大臣が中国に対して何も言えないというところにです、ね、すべての根本原因があるように思うんですけど、い,いかがなんでしょうか。 もうこれはねその歴史に大変造形の深い吉田先生にね、そのじゃあ日中国交って何なのと、うん、じゃあそれまでの日体っていうかな、それまでを日体というのかどうか、はい、含めてね、じゃあどっちが中国なのよっていうと、中国は一つの中国だっていう彼ら特有っていうかな、うん、彼らの非常に唯が独尊の歴史観を世界中に押し付けようとしてるわけですよね。はいはい、日本はその時々の判断に応じて、 樹立したり断裂したりする、それがその前の判断が異常だったっていう、こういう言葉遣いに意義があるという江崎先生の主張は、私は非常に納得のいくものですよねただね、岸田政権にそういうきちんとした整理ができますか、そもそも中国の犬なんだから、ミ、うん、サイル11発撃たれてね、国家安全保障会議を開けない総理大臣に、うん、そもそもそんなことを期待するのが無理で、早く、うん、総理大臣に取っ換えて、うん きちんと日中の異国間関係っていうのをゼロベースで見直す、それをしないと、うん、こういうね、いろいろな矛盾が、うん、あまあ全く解決されないまま、うん、あ時が移ろっていっちゃうってこと、うんうん、全くそう思いますね、総理大臣と外務大臣変えないと、どうにもならないと。 これあの江崎先生がねこの問題を明確に言っていただいて、私もとてもありがたく嬉しいと思っています。午後の日中国交のまあ50周年という話になるたびに、視聴者の皆様はお気づきかもしれないんですけど、私は正常化という言い方をしませんと、国交回復という言い方もしませんと、共産党独裁中国との国交樹立50周年ですと、何度も何度も私、申し上げているのと、江崎先生がおっしゃったのは同じことなんですね。 はい、あのこれは国交回復とか国交正常化っていうと、ですね、まあ、尖閣諸島は中国の領土です、そうですねっていうのに、うん、まあ似たような話なんですよ。中国側の認識、共産党中国の歴史認識を日本も受容しますという立場でないと、正常化という方は採用しないはずなんですね。うんうん、だからあの、独裁中国との国交樹立50周年だと。 岸田さんが回復とか正常化というたびに、あなたバカですね、国交樹立ですよと、うん、国民が毎日毎日そういうふうに言ってあげると、岸田さんは、あれ、自分って東東大大だななじゃないのか、えー、バカだったんだなと、だん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 ,だんじわじわ分かってくると思うので、うんまあ、政府あのがこの言葉を使うたびに、独裁国家との国交樹立50周年ですよと、みんなで教えてあげましょう。うううんうん、うん はいそれで違う話いきますマイナンバーカードの一体化ということの、かなり今、話題になってます、河、え、野、ー、デ,デジタル相会見、紙の保険証廃止でマイナンバーカード一本化へ、政府は紙の健康保険証や運転免許証を2024年にも原則廃止して、マイナンバーカードと一体化する方針。 マイナンバーカードをめぐっては2020年度内にほぼ全国民への普及を目指している河野デジタル層が会見でカードの普及に向けた取り組みについて説明発言が注目されるとそれでま,まあ私もすぐこれ反応して例えば共産党なんかが露骨に反対してるんですが私はツイートさせてもらったのは えー、そもそもマイナンバーカードの一本化に反対しているのは、えー、納税ですね、税金の納税をごまかしているか、保険証を不正に使用しているか、あるいは本名がバレると非常に不都合な人、そういう人だけではないかと、共産党が反対しているのもそういうことが理由なんでしょうかということを、反対する理由というのが、 全く合理的でないし、何のために反対してるのというしか思えないんですけど、改めて吉田さんのお考えを聞きたいと思います、はい、どうでしょうか、はい、あの反対する理由はいくつか分、まあ、かるというかその、えー、知っているんですがあの、大体誤解に基づくものがいくつかあるのが、さまざまな個人情報が。まあはい 政府にすべて把握されてしまうからというのが、一つのえまあ典型的な理由なんですね。うんはい、例えば、自分の,その病歴とかね、はい、あのど,どんなそのお医者さんにかかっているかとか、どんな薬を飲んでいるかとかね、うん、あの人に言えないような病気もあるじゃないですか、うん、そういうことが分かってしまうからとかです、ね、まあ、そういうあるいはさまざまな情報がこうえ突合されてしまうからみたいに、はい、これはもうマイナンバー制度、全然理解していない人の、え、ー 反発なんですよでそして表には彼らが決して言わないけれども、本当の真なる理由は加藤さんも、加藤先生もあの、えー、指摘されたです、ね、これ、通名表示じゃなくなるんですね、うん、す必ず本名で、であるいは、えー、場合によっては国籍、免許証ですら国籍消しちゃったわけですよ。なんとかこう、えー ごまかし、かしあのえー、灰のりとかです、ね、なりすましとかできるようにできる日本の制で一生懸命変えてきた勢力にとって、ちゃんとした制度に戻っちゃうと、僕は発狂するほど嫌なことなんですね、うん、だから発狂してるんですと、うんうん、いうのがその2つの理由ですね、うんあの、悪いことができなくなるので反対、うん、それから、えー、本当に個人情報が、えー、把握されるのが心配という、えー、反対は、これは制度を理解していない反対、この2つです。うん そうですよねや山口さんね、反対派がかなり多くて、ですね結構、もう合理的的理由では全然なくて、今、吉田さん言ってくれたように、本名がバレるのがそもそも嫌だということは、なんか,そなんかやましいことがない限り、反対する必要ないですよね、例えばこれは韓国籍、朝鮮籍だったとしてもですよ。 自分にその国に対してその誇りっていうものがあれば日本名だろうが朝鮮名だろうが何だろうが堂々と名乗るのもいいし本名もそこに表記されたからって何が問題なんだというふうに思うんですけどなんかその通名で押し通したいということはなんかごまかしてきたという可能性が相当あるそれで問題は一つ追加して言わなきゃいけないのは。 今帰しよよううとすすするる人たちがものすごく増えてるってっんですよそれはまさにこの、えー、本名を名乗りたくないから、もうそもそも通名で押し通して、えー、それの名前で帰化しようと、おそらくしようとしてるんでしょうけど、それをごまかしを固定化させるだけだから、今度は帰化条件を厳しくしないと、ごまかしのまま日本人になられても困るわけですよね。 まあそれらも含めて山口さん、これ、反対派が予想以上にかなり強いなというふうに思うんですけど,ど、どういうふうに見てますか。 あのまずこれ、河野太郎がデジタル担当大臣やってるから、保守派の中でも河野太郎のやることは気に入らないって言って反対してる一部の人がいて、<laughs> すれ、ね、は、ね、話をややこしくしてるんですけども、このことについては、例えば河野太郎がもう完全に中国、朝鮮、韓国の犬だとしたら、これ、推進しませんから、はい、それは、だからそこは河野太郎という政治家を、例えば、 どのぐらい悪質なのかを見るときには、少なくともこれを推進しようとしたという事実は、事実として受け止めていいわけですよね。で、他方、いい実話をとか、いろいろ問題ありますけど、うんで、この問題の本質はもう吉田先生がおっしゃった通りで、えー、普通に暮らしている日本人にとっては、便利になることが多い、はい、まあ再発行に手間がかかるから、なくしたらどうこうというのは、これは運用上変えていけばいいことですよね。 でそういう意味では、これに反対する人の構造というのは、私が思い出すのは、国民総背番号制の議論があったときに、左翼、共産党、社会党が死ぬほど反対しましたよね。はい、でこれ、前の前の週だったとか、吉田先生がすごくいいご指摘をしてくれたんだけど、日本共産党ってどういう政党だったかというと、もともとコミンテルンの支部だったんだけど、うんうん、その主力は。 在日朝鮮人、韓国人だったんですよ。そうですよね。はいうん、これが主力となってるとすると、今、加藤さんがおっしゃった通り、通名とか特別在留許可とかいう形で、不透明な利益を享受してきた人は、これ、反対なわけですよ。ということはで、今、日本共産党という政党は、いまだにそういう人たちの利益代表政党であるということなんですよね。うん、そうですよね。これは特に、はい 特定機秘密保護法に反対した人とかがね、これこうやると大変なことになると、うん、政府が全部握ってしまう、いや全部握ってるんですよ、もともと。もともと国民全員にナンバーついてるんだから、うん、カード出しますかという実務上の話をしているときに、うん、また話を混ぜっ返す、うん、人たちは、まあ、日本人のための日本の政党じゃないってことを暴露してるってことですよね。うん、共産党の場合、もう一つは民,民主党というものを抱えてるから、なんとか税金をごまかしましょうというのは彼らの。 まあ、勢力維持、あるいは拡大の大きな要因になってるから、つまり、税金をごまかすことができなくなるような改正,改正はだめだというこ、これもあるわけです、彼らにしてみれば。だから、だから共産党っていう政党そのものをもうなくさなきゃいけないと思いますよね、こういうことに、ね、反対するんであれば。ね 踏<優>踏みみ込込んんででまますね踏み込んでませこれ <laughs>、俺は共産党とさもう最初からずっと見解してきてるから、最初からいらないという、公安調査庁、お前らのために作られたんだというこ、この原点を忘れちゃ絶対ダメですよ、お前らは監視団体なんだぞってね、<laughs> とんでもないですよね、本当にね。僕はだから、C を、断るごとに、共産党 C、シワって書いて、大体けなすんですけどね、もう言語道断ですよ。<laughs> 吉田さんももう1個ぐらいついでに何か言いますかあ、ちょっと共産党の廃止要求のところを読みますね。はい、共産党の志位和夫委員長は13日の記者会見でマイナンバーカードに運転免許証や健康保険証を一体化させ、取得を事実上義務化する政府方針を批判した個人情報を全部紐付けし、無理やり取得させるやり方に反対だ、制度自体の廃止が必要だと述べたと、もうバカとしか言いようがないし。もう一つ これもついでに言っとかなきゃいけないのは、あれですよ、今までの健康保険証は写顔写真がついてなかったから、どれだけ使い回しが多かったか、特に外国人に関して、これの損失は莫大な額ですよ、これは。何兆円、何十兆円の単位に及ぶわけだから、これがなくなる、だから我々みたいに普通に税、納税している、普通にその健康保険証もまともに使っている人間からすれば、 こんないい改正はないでしょうって僕はね河野太郎この件に関してだけ先ほど言ったけど認めますよよく,よく言ったぞと命張りをひるむんじゃないのこのやろうと思うんですけど吉田さんどうでしょうかいや全くおっしゃる通りですねあの、まあ、保険制度あの例えば一つの企業の利益で考えればですね、まあ、本屋さんでまあ万引き たった500円の本万引きしてそんなに悪いのかみたいなことを言う人いるんですよ。だけど本屋さんは500円の本を売って、ね、496円ぐらいの支出があってで例えば4円だけ利益があって500円まるまる盗まれるその損失を埋めるのに。 あの1冊3円とか4円とかの利益で、何十冊何、何百冊の本を売らなきゃ、その利益を補填できないかっていうことと同じように、保険っていうのもですね、一生懸命その保険者が払ってきたものの中を、全然保険に加入もしない人が、なりすましとかですね、人の,あのまあ保険証を使ってですね、はい、 あのえー、特にあの外,外国の方がそういうことをやっているということは、もう事実として指摘していいんですけれども、うんえー、そういうことで、あのだ皆さんが使っあの貯めた保険料が、そういう人にドカンと使われると、ですねどれだけの人々の努力して払った保険料があの不正に使われてしまうか、そういう観点からしても、あのとにかくこういうみんなの努力の中で、お互い助け合いの制度に、ですね、うん、悪いことを考えた人が、 悪いことができる制度というのを踏み込ましていけないんですね。はい、で、この保険証について、例えば顔写真を入れろと、それだけですべては防ぎませんけど、それだけで随分抑止力になる、えこれもです、ね、何度も僕はあの区議会でも質疑してますけど、これはあの今の,その保険証に顔写真をつけるだけで、費用がすごい、もう全部の制度を変えなきゃいけなくて、どれだけべらぼうなあの、えー、費用がかかるか分かんないから、政府がそんな改正はできませんというのが答弁なんですよ。うん だからこそ、免許証とかマイナンバーとか、こういうものと制度が重複したときに一緒にやる、無駄なく、行政の無駄をあの効率化するというときに、そういうリスクを取るっていうのは、国民の税金を無駄にね使って悪いことをさせないっていうんじゃなくて、このことを合理化するときに一緒にやるっていうのは、本当大事なことで、ですねこれに反対するのは、本当に、 何が目的で反対するんですかってことなんですよ。はい。すみません。ちょっと時間超過したので、一旦ここで切らしてください。すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。